こんにちは、コッコです。本日は静岡県伊東市にあるニューヨークランプミュージアム&フラワーガーデンのご案内です。こちらは伊豆四季の花公園が2017年12月にリニューアルした施設です。目の前にフラワーガーデンが広がり、その向こうには大海原。2月なのですが、こんなにカラフルに花々が咲いています。愛情かけて手入れされているのがよくわかります。眩しい、色鮮やか、ルピナスのエリア、元気いっぱいですね。これは何だろう、見慣れない植物。ティファニーミュージアムへ行ってみましょう。こちらには今から約120年前、アメリカン・アール・ヌーボーと呼ばれる時代に作られたティファニーのテーブルランプ、ウィンドウパネルが70点ほど展示されています。展示品に触ることはできませんが、館内撮影は OK とのこと。長い時を超えて今ここにある芸術、奥行きを感じるステンドグラス、色味も多色使いで味わい深いですね。この日息子たちと来ているのですが、若い男子も素直に感想していました。ティファニーミュージアムには別館&カフェもあり、作品を眺めながらフォトジェニックなランチやデザートを楽しめますよ。こちらの施設は広い駐車場を完備しており、駐車料金は乗用車700円ですが、入園の方は無料となります。カラフルなランプですね。色板ガラスから切り出された緻密なピース、裏から光を当てると生き生きとした息吹を感じますね。ミュージアムはこのように広い空間に数多くの作品が展示されています。この十字架がとても印象的で、厚みのあるさまざまな形のピースの組み合わせ。さてまたフラワーガーデンをお散歩しましょう。相変わらず美しい、岩壁のすぐそばまで続いていますよ。2月、熱海桜が満開です。小さめで濃いピンクの熱海桜、フラワーガーデンの名に偽りなし。四季を通して移りゆく花々が楽しめるそう。アジサイやひまわりの頃も来てみたい。海のジュース？何何？また写真映えスポットなのかしら。あ、本当だ、ジュースになった。ここからは空気が澄んでいれば伊豆諸島が見えるみたい。あの大きな島が大島かな。こちらの施設の脇から城ヶ崎海岸の門脇吊り橋までピクニカルコースが続いており、複雑な地形を生かした散策コースと平坦で歩きやすい林間コースがあります。散策コースを歩くと20分ほどで、林間コースなら10分ほどで吊り橋まで行けるようですよ。またこちらはペットも入場できるので、ワンちゃん猫ちゃんも満足できそうですね。アンティークショップさくらさくらには手頃なステンドグラスランプも多数取り揃えています。ちょっとしたプレゼントにもぜひ立ち寄ってみてくださいね。こちらはコンセント直結型のステンドグラスランプ、上でアロマも楽しめます。スイッチオンでこんな感じ、華やぎますね。最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。